居の掃除をしております。今日ね、朝からもういろいろさ、必要なもの買ったりとかさ、掃除したりとかさ、してたらもう気づいたら夜ですよ。まだあとこの半分ぐらいちょっと床の拭き掃除が終わってないので、ちょっと床の拭き掃除をしながらちょっとお話をしようと思います。この辺した気がするな、こっちか。とりあえずお家からなんか観葉植物のアンスリウムちゃんとガジュマルを持ってきて、あと掃除用具を持ってきて、それだけです。まだお家から持ってきたものは。とりあえず先に掃除をしてます。ちょっと遠いかも。はい、リアルに。もうちょっと、あー、本当になかなか終わらない。何回拭いてもなんか綺麗にならない気がして困る。何回もさ拭いてさ、手がさ洗ったりとかするじゃん、雑巾を。だからもうゴム手袋で必須でやります、大掃除とかは。ふうですよ、ふう、本当に。もうちょっと髪ボサボサなんだが、いや今日一日ずっとね朝から拭いてるからね。はい、いやー掃除大変だな。このね雑巾はね、激落ちくんのマイクロファイバーの雑巾がもう超お気に入りです。これやっぱ他のなんかマイクロファイバーのなんか安いやつとかよりもう本当にいい、汚れが本当に落ちるからね。これがね、拭き掃除はぜひこの激落ちくんのねやつがおすすめです。腹筋タイプのやつもね、すごいよくって、トイレ掃除とかは腹筋タイプの方でいつも掃除します。でこれでもう全部掃除してたんだけど、これの中身はこの EMW っていうなんかね、発酵乳酸菌、自然の力で暮らし器械、なんかねこれ自然由来みたいなやつの、ペットとかいても大丈夫だし声がガラガラになってるそう、なんか自然のね発酵液、乳酸菌ではない、発酵のやつ、これをね薄めて、これ薄めて使うやつなんですよ。薄めなくてね使うやつもあるんですけど、今日とかはもうさいっぱいやるからさ、薄めるタイプでお水とこう割って、いろんなところも全部使えるの、これいろんなとこ全部掃除できるから、全部これで掃除できます。これで掃除しました。はあ、あとなんかさ、塩をさ、引っ越しの時とかをさ、塩をちょっと入れてさ浄化して掃除するのが開運掃除みたいな感じだから、
そう、ちょっとほんとちょっとだけ塩をひって入れて掃除を拭き掃除します。この塩はね、波動の塩って言ってサラサラの塩なんですよ。サラ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 、あー、やることがまだいっぱいあります。お腹が空いた。私今日あの焼肉ランチ食べたんですけど、なんか最近食べ過ぎって思って、なんかクレンズダイエットみたいな、野菜ジュースとかに置き換えるみたいなさ、グリーンスムージーのいいやつでさ置き換えるみたいなのやろうと思ってさ買ったんだけどさ、お腹が空いたんでウーバーイーツしてもいいですかね。いや、なんかさ、もうこういうさ頑張った日、ヘロヘロの日ってさ、どうしてもマック食べたくならない？私はね、マックのねポテトが食べたくなるんよ。ってことでマックをウーバーイーツしようと思います。もうなんかチキンフィレオとかいいな。照り焼きチキンフィレオ、照り焼きチキンフィレオのセットにしよう。こんな時間ですが、今ね8時だけどコーヒー飲んじゃおう。アイスキャラメルラテにしちゃおう。これはテンション上がる。マックのねカフェラテ結構好き。お会計に進む。注文しない。玄関先に置く。はい、注文しています。ぐる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 、また注文してます。はい、注文できました。はい、こちらはフランフランの袋です。切る、全然切れないんですけど、全然切れないんですけど、はい、カーテン、フランフランのカーテンにしました。いつもね、なんかね、フランフラン買えばさ大丈夫でしょみたいな、外れはないでしょっていう、開けません、開きません、いつもフランフランに逃げてしまう。さあ、これはさ2メートルのやつ買ったんだけどさ、多分さちょっとさ2メートル10センチぐらいな気がするんだよね、この窓測ったんだけど、ちょっとさ、ちょっとつかないかもしれない。でもさ、なんかオーダーとかするのめんどくさいってなっちゃう。ちょっとつけようかな、待ってる間に。キラキラでかわいい、薄くすみピンクみたいな感じで、いい感じですね。レースカーテンもちょっとフリフリ、フリフリってほどフリフリじゃない、カーテンも買った。あ、こちらトイレマットです。こちらトイレマットです。今回なんか初トイレマットらしくって、フランフラン発売、トイレマットの発売が待ってたと思った。今日もねトイレ掃除もね念入りにやったからね、早速引いとこ。かわいいスリッパかわいいスリッパかわいい、さすがフランフランです。トイレのスリッパにします。てかさ、今ライトとかさつけてさ、窓をさ、カーテンついてないからさ、なんか見えたらさ、この人何をしてるんだろうっていう、なんか丸見えだから、やっぱカーテンちょっとつけよう、マックを待ってる間に。あ、そうそう、三脚がね、持ってくるの忘れたのよ、お家。三脚？キャタツ忘れたから、ちょっとこのお風呂椅子を買ったからさ、今日これでちょっとつけます。おーい、さてわー、すごい、なんかドレスみたい。はい、さて今日は大丈夫でしょうか。てんてんてん、待って、ないない、こっちに、あっちにある。あの穴があっちにある。はい、
かちょっと大丈夫無理無理無理じゃないちょっと待って、じゃあピンクの先につけてみよう。無理、無理ではちょっとこの長さでは無理では。やっぱりダメ。少々どんまいじゃない。まあ多少ちょっとやっぱり10センチ短いんだよ。まあでもいいんじゃない。ちょっとピンクつけたら多少結構ピンクだ。結構メルヘンな感じになりました。待って、間違えた。つけるところ1個1個あっちにつけなきゃいけないんで大丈夫かな。チーン。まあいっか、つけます。あ、届いた。届きました。こんなバタバタしてる間に届きました。ちょっとね、続きつけとく。はい、これをやってる間ね、マッタが玄関の前に置かれているでしょう。はい、あーすごく色は可愛いんだけども、色が可愛いんだけどもっていう感じでね、色が可愛いんだけども10センチぐらい足りない、10センチぐらい足りないです。でも色は可愛いね。またバサバサになったはい、いい感じです。ほらピンク、ピンクのカーテンって意外と初かもしれない。なんかね、結構グレーとかを選びがちだったんだけど、なんか部屋明るくなりそうだからピンクにしてみました。そしてさ、この見えるかな、レースカーテンはなんかフリルがついている。そんなことよりマックを迎えに行ってこようと思います。やったー、嬉しい。はい、やりましたね。椅子がない、椅子がないので、机がないので椅子を机にして、はい、そして先ほどカーテンから出たゴミ、台紙を置いてみたらいいんではないか。はい、食べます。ポテトのポテト具合はいかがでしょうか。冷めてる。こちらのポテトは冷めてました。あ、でも待って、おいしい、待って、おいしい、今おいしい瞬間来た。もう開けた時に速攻でポテトをわーっていっぱい食べるのが好きなのね、いつもね、あんまりバーガー系ね、そんなに求めてないんだよね。パーって食べるからお腹がいっぱいになるんですポテトと食べてる話しかしてないよね。おいしい。うん、いかに早く食べたくなっちゃうんだよね。早くお口に運びたくなっちゃう。ポテトとさ、あの映画館のさ、東方シネマのポップコーンはさ、いかに早く食べたいかみたいな、そこをね、映画始まるぐらいでほぼなくなる私、ポップコーン。ポップコーンも大好物です。そしてこのまま置いた方が バランス感あるかも。あー飲みたいな飲むんだけどさ、このさ、Uber Eats 仕様のさ、二重がさ、すっごいめんどくさいよねこれ。
クー様飲みたいのに二重になってるこの蓋がなかなか取れないんだよ、いつも。取れません。もうやだ、もうやだ、もうやだ。早く飲ませてくれ、私にカフェラテを。このままさ、もう飲んでいたいけどさ、でも私 A 型だからさ、そういうところ出ちゃうんだよね。いけそう、いけそう、いけそうだよ。ちょっと本当に、あー、取れましたよ。やっと取れたよ。ね、これさ、同じ気持ちの人いるでしょ、この二重が取れない問題。私いつもこれでね、かなり悩んでるよ。入らなかった。入りました。いただきます。どうしてこんなにカフェラテって美味しいんでしょうね。本当に癒しの瞬間。何回でもなる。今日はね、キャラメルにしたから甘さがふわーっとなってね、さらにね、私の今疲れてる私に癒した、疲れてる私に癒した。ん日本語変じゃない。はい、待って、このままでは本当にまずい。可愛いやつ買ったの。ちょっと待って、これこれこれはあのザラホームで買ったんですけど、洗面所に置く。おいしい。ちなみにハンドソープはちょっと持ってくるね。いつもこのドクターブロナのマジックソープを使ってます。マジックソープはね、あの顔もね、洗うとね化粧落ちるし、でなんか手もいいし、お掃除とかも使えるし、女子だったらさ、メイクブラシも OK なので、なんか天然由来成分みたいなやつ、石油系界面活性剤とかそういうのが入ってないから、肌荒れとかね、ほんとしなくなるの。これ使ってると慣れないとなんか結構キュッて肌がなる感じするんだけど、界面活性剤入ってないのに、うん、ほんとよく落ちるから大好きです。香りもね、いろいろあるんだけど、手を洗うハンドソープはあのハルとエルとペットを飼ってるから香りがあんまつかない方がいいかなと思って、あの無香料のやつを使ってます。お風呂とかは香りがあるやつをいろいろローテーションでいろんな香りを楽しんでます。うん、ほんとにおいしい。ほんとにね、ポテト食べるとき早さ勝負だから、なんか外とかで食べたくないの。お家で一人でモコ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 って食べたい。誰にも見られたくないのにめっちゃ後悔してる。これがデフォ。いつもはもっと早い。早く口にいっぱい冷たいの。そろそろ照り焼きのフィレオチキンを食べます。やっと。もうね、ほぼね、最初ね、私ポテト食べきるぐらい食べるんだよね。で、大体あのバーガー系は一口か二口でもういいやってお腹いっぱいってなって後で食べる。数時間経ってから食べる。いただきます。うん、サクサクしとる。レタス。レタスって何？乾燥でも何でもないじゃん。やばい。うん。みんなマックだと何頼みますか？いろんなの頼みますか？それともいつも同じ定番でいきますか？私ね、バーガー系だとね、あとエグチも結構好き。いろんなメニュー出る前
昔の小さい頃はもうチーズバーガー一筋だったの。あのケチャップ入ってるのが結構美味しいからさ、エグチ結構好きなんだよね。はぁ、うまい。まあ、ほんとさ、コメントでさ、なんかリクエストしてくれたりとか、アドバイスしてくれたりとか、めっちゃありがたいなって思って。なんかみんなもすごい楽しんでくれてるのがすごい伝わる。嬉しい。あとね、私がね、今後やってみたいのはね、マカロン作ってみたい。なんかマカロンほんと食べる、よく食べるけど作ったことなくって、でもあんなしっとりなんかね、サクッとしたよりしっとりしたマカロンが好きだから、しっとりした感じのマカロン作れるのかな、自分でやってみようかな、挑戦してみたい。はい、今日も皆さんお付き合いいただきありがとうございます。今日はね、ちょっとよくわからない動画になってしまいましたが、まあ、一番の大事件っていうのはやっぱりカーテンの丈が足りないっていう悲しい出来事ですね。ぜひチャンネル登録してグッドボタンしてコメントしてくれたら嬉しいです。それではまたねー。